ジョー・ファレルは、アメリカ合衆国のジャズのテナー・サックス、ソプラノ・サックス、フルート奏者、作曲家。CT レコードで、リーダー作アルバムを録音し、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーの初期メンバーとして、活動した。ジョー・ファレルは、アメリカ合衆国入りの一周シカゴ・ハイツ生まれ。1960年代には、サド・ジョーンズ、メル・ルイス・ジャズ・オーケストラで演奏していた。チャールズ・ミンガス。 アンドリュー・ヒル、ジャッキー・バイヤード、エルヴィン・ジョーンズと共に録音を行った。ジョー・ファレルは、フューズ・ワンで1980年の同名アルバムを発売し、ポップスのホールオーツのアルバムには、オーボエ、ソプラノサックスで参加した。アルバム、スリーウェイ・ミラーで、ブラジル人、パーカッション・奏者エアーと、モレーラやその妻・フローラ・プリムと共演し、CD ジャケットのメッセージは、 1987年のアルバムをジョー・ファレルへ捧げますと記載され、ジョー・ファレルの最後の録音が収録されている。ジョー・ファレルは1986年1月10日、カリフォルニア州ロサンゼルスで骨眼により48歳で亡くなった。2008年、ジョー・ファレルの娘キャサリーム・フィランテロは、 ジョー・ファレルが1974年に作曲したアポン・ディス・ロックを許可を得ず別の楽曲に使用したラッパーのカニエ・ワイスト、メソッドマン、レッドマン、コモンを提訴し、少なくとも100万ドルの懲罰損害賠償、曲のさらなる複製禁止の履行を求めた。ありがとうございます。